ドイツ代代表でもあった現役時代のポジションは fw クラニー、クラニー、クラーニー、クラーニー、クラーニーとも。表記は安定しない。クラニーは発音転写として不正確だが寛容的に多く使用される。出身地はブラジルリオデジャネーロ。父はフランス生まれのドイツ人、母はパナマ人で祖父母からは ハンガリーとノルウェーの地を継いでいる。父は秘書地、ペトロポリスでホテルを経営していた。クラニーは6歳から地元クラブでサッカーを始め、ユース年代は母の故郷であるパナマでもプレーした。14歳の時に父の故郷であるドイツ・シュトゥットガルトに渡り、1997年に VFB ・シュトゥットガルトへ入団した。当初は B チームでプレーし、2001年に プロ契約を結ぶ。2001から02シーズンはトップチームで5試合の未出場といった具合だったが、2002から03シーズンに突如として当格を表し、32試合に出場して15得点を上げる活躍を見せ、毎シーズン8位と低迷していたクラブを、ブンデスリーが2位にまで躍進させる立役者となった。2005年夏のウィンドウで、シャルケ0 4英席。 遺跡金は700万ユーロと報じられた。シャルケ在籍中、彼は2005年から2008年までの3シーズンでクラブトップスコアラーとなり、3回のチャンピオンズリーグを経験した。2010年5月、シャルケとの契約満了に伴い、ディナモモスクワへ遺跡することが発表された。2015年7月24日、1899ホフェンハイムへ1年契約で遺跡。 5年ぶりにドイツへ復帰した。2016年6月末、契約満了で退団。その後無所属状態で現役続行を模索していたが、2017年3月24日に現役引退を表明した。家族はビクトリア・夫人との間に一難かずめ、ブラジル、ドイツ、パナマと3カ国の国籍を有する。自分はずっとブラジル人と話すクラニーだが、 その厚いブラジル代表で、レギュラーとしてプレーすることは、難しいと判断し、ドイツ代表でのプレーを選択した。2003年3月29日のリトアニア戦でデビュー、し、その後も、代表として、ユーロ2004やコンフェデレーションズ杯に出場したが、2006年、ドイツ W 杯の本戦メンバーには選出されなかった。ユルゲン・クリンスマン監督は落選の理由を、 シャルウケでの不調とした。ヨアヒム・レーブ監督就任後の2008年10月、W ハイ予選ロシア戦にて、クラニーは18人のベンチ入りメンバーから外れた。彼は、ハーフタイムになると、友人に会うと席を立ち、そのまま無断でスタジアムを後にしてしまった。この行動を受け、レーブは、クラニーの代表追放を明言。翌日クラニーはレイブに、謝罪の言葉を述べたが、 チームを離れる決断に後悔はなかったとも話した。退席の理由は自身の代表での起用に対する不満だった。ありがとうございます。